お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023の開封動画第2回目でございます。今回はリベンジチャレンジといたしまして、このロッテの方はね、過去には、一度挙げてますが直筆サインカードが出なかったのでね、改めてね、直筆サインカードが出るようにね、お願いしてね、やっていきたいと思います。こちらもですね、前編後編に分けてやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきます。まずは前編の9パックをやりたいと思います。はい、まずは9パックやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。まずは前編の1パックでございます。茶谷健太内野手でございます。で、直筆サインカードがね、出たんですけどね、いきなり出たんですけどね、これは後にね、やりたいと思います。沢村博一投手でございます。で、石川歩夢投手でございます。おっと、失礼しました。で、高部明人外野手でございます。友次敦樹内野手でございます。キラでございます。で、坂本浩二郎投手でございます。で、直筆サインカードで、ね、紹介したいと思います。なんとね、これはマスコットでございます。マスコットはね、ファイターズの、マスコット以来ね、2枚目でございます。で、60分の23となっております。これズーちゃんっていいんでしょうかね。はい、続いて2袋目でございます。おっと、失礼しました。で、こちらで、ね、黒木智弘投手と沢村博一投手の、これはカードでございます。ポランコ外野手でございます。岩下大輝、投手でございます。横山陸人投手でございます。美馬学投手でございます。沢村博一投手でございます。で、安田久典内野手と山口幸喜外野手のカードでございます。3袋目でございます。中森俊介投手でございます。で、佐々木朗希投手の入団会見の時のカードなんですが、ちょっとね、琥珀色した感じのカードでございます。こちらね、限定カードでございます。200分の95となっております。松川光捕手でございます。西村隆弘投手でございます。元ファイターズでございます。金田裕太内野手でございます。小川隆盛内野手でございます。安田久典内野手でございます。4袋目でございます。川村時人投手でございます。で、千葉ロッテマリーンズのね、これはマスコットでございます。で、種市敦樹投手でございます。キラでございます。菅野剛外野手でございます。
荻野貴司外野手と高部明人外野手の、ね、カードでございます。中村翔吾内野手でございます。で山口浩輝外野手でございます。5袋目でございます。元前文也投手でございます。で高部明人外野手のカードでございます。小島和也投手の木田でございます。大下誠一郎内野手でございます。国吉勇輝投手でございます。西村貴博投手でございます。で佐々木朗希投手と松川候補手のカードでございます。6袋目でございます。和田幸四郎外野手でございます。中村翔吾内野手のカードでございます。高野修太投手でございます。キラでございます。メルセデス投手でございます。佐々木朗希投手でございます。小野文也投手でございます。で高部明人外野手のこちらねカードでございます。7袋目でございます。鈴木翔太投手でございます。西川亮介外野手でございます。で菊池陸投手のねこちらカードでございます。山本大斗外野手のキラでございます。金田優太内野手でございます。平沢大河内野手でございます。で勝地を、投手でございます。8袋目でございます。山本大斗外野手でございます。中村俊也投手でございます。山口浩輝外野手のカードでございます。メルセデス、投手でございます。これで、ね、キラでございます。上田翔太捕手でございます。安田久典内野手と、山口浩輝外野手のカードでございます。井上誠也内野手でございます。で前編最後の9袋目でございます。岡ひろみ外野手です。元ファイターズです。藤原京太外野手です。荻野貴司外野手の、キラでございます。松川光捕手でございます。で上田翔太捕手でございます。で石川歩夢投手でございます。で最後に菊池陸投手でございます。以上で BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023前編開封動画第2回目を終わりたいと思います。で後ほどですね、夜だから後編の方もね、やっていきますのでね、もし興味のある方はぜひ見に行ってください。で、直筆サインカードはね、ゲットはねしましたのでね、まあ、達成でございます。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。
ありがとうございました。